皆さんこんにちは、花坂じいさんです。今日はね、千日紅の切り戻しをしてみたいと思います。本日の動画は3部構成でお話ししたいと思います。1部花の紹介と説明、2部切り戻しの仕方、3部切り戻し後の管理の方法ですね。それでは早速1部の花の紹介と説明をしたいと思います。皆さんこれ見てください。これ千日紅ですよ。こんなにね、ホワイトとピンクとレッドとね、というね、花がたくさん咲いてますね。これ一回ね、切り戻ししたのかな。そしてこれまでにこう成長したんですけど、下からね、今も茶色に葉っぱがなってきてますから、この青い葉っぱがついてるうちにですね、切り戻しをして次の満開に備えたいなというふうに思います。この千日紅はですね、名前の由来なんですけど、花が長く咲くこと、それから乾燥させても色が落ちないことから、千日、千の日ですね、の紅、千日紅赤に、ということでね、名前がついたそうであります。なるほどなと。ドライフラワーなんかもね、よくされますけどですね、この千日紅はですね、本当に綺麗なんですけども、原産地はですね、熱帯各地で、花色はこれ今ご覧の通りですね、ホワイトとピンクとレッドとイエローと、パープルの5色なんですね。はい、そんな花なんです。これ日向のですね、千日紅属で非耐寒性1年草なんですよね。これ小さな、これ苞なんですけどね、苞が固まって球状になり、花はほとんど目立ちませんが、暑い盛りでもですね、元気でいつまでもね枯れない、真っ赤な苞のストロベリーフィールドが人気だということです。特徴はですね、まず育てる初心者向きなんですよね。はい、それから開花期が長いということ、そしてね、ほのかな香りがするということですね。そういった特徴があります。この千日紅はですね、暑さと乾燥に強くですね、日本の夏に適した性質で、もう長期間咲き続けるんですね。庭や花壇、鉢に植えて育てたものがですね、切り花としてよくですね、仏壇に飾られることもあります。今日はね、ちょっと、きつめに、切り戻しをして、この苞の部分をね、私も仏壇にねあげてみたいなというふうに思っています。もったいないですね。またフラワーアレンジメントでですね、欠かせない素材ですね、であります。ということでね、一部の花の紹介と説明を終わりたいと思います。結構咲いてるでしょ皆さん、ほらいっぱい、ほらこんな感じでね、いっぱい咲いてるでしょ。こんな感じでよう咲いてくれましたよね。はい、それではね、1部の話を説明終わって、2部の早速切り戻しをね、していきたいと思います。今日はね、ちょっと飾るっていうのもありますけど、ちょっときつめにね、切り戻しをして、仏壇の方にね飾ってみたいなと思います。そうですね、この辺からこの葉っぱがあるね、2枚の葉っぱがあるんですよ。こんな感じで、例えばですね、ここ見えますかね、これ2枚葉っぱがあるんですよ。こう見えますかね、こんな感じで2枚ここに葉っぱがあるんですよね。こんな感じ でこの上でね、切っちゃう、ピッと切っちゃう。でこれね、そのままこう仏壇にあげられますよね。で2枚葉っぱがあるのを確認して、その上で切る、こんな感じですね。はい、これどんどん切っていきたいと思います。はい、そうですね、小さいところもね、もうそのまま切っていきますけど、小さいものはもう捨てますけど、こんな感じでね切っていったらいいかなと思いますね。下に葉っぱがあることを確認してくださいね。はい、下に葉っぱがないとまずいんで、枯れちゃいますからね、それも考えて切っていただければなというふうに思います。
ここにあの 2枚の葉っぱがあるんですよね。2枚ピッてあるんで、この上でピッて切るんですね。こんな感じで切られたらいいかなと。これもちゃんとね、こちらにね、私もこう飾ってみたいなと思います。こんな感じですね。うちのがですね、うちのというかうちの息子がですね、この間買ってきてました。花買ってきたよって言って見たら、この千日紅なんですね。千日紅うちにあるのにみたいな感じだったんですけど、まあいいんじゃないみたいなね感じで、はい、こんな感じでね、まあ、いっぱいありますから、これだけでいっぱいになりますね。これおそらくこれいっぱい、これはね、赤だと思いますけどね、レッド、こんな感じでね、これとてもじゃないですけど全部飾れますかね。はい、平屋のところに持って行ってもいいですね。これね、こんないっぱいありますからね。こんなでかくなってます。ほら、こんな大きくね、茎がこんなに大きくなってますね。はい、下のあの葉っぱがあることを確認してきてくださいね。これも大丈夫ですね。飾られるみたいですね。はい、まあ、形をね、最後にちょっと調整したいなと思いますけど、いっぱいね、いっぱい取れましたね、これ。これ今からまた咲いてくれますからね。はい、咲いてくれるので、今安心して切ってますけどね。はい、こういうのもちょっとね、もうカットして。こういうのもちょっとカットしてみたいなと思います。はい、まあこんな感じでね。で、あの、虫に来られた葉っぱがあるんですよ。こんなものはね、こう食べられてるでしょ。こういうのはね、取って。あとね、下葉ですね。こういったものが、もう茶色いのがあるんですよ。こういうのはね、もうカットしてください、この際に。全部取ってね、いただきたいと思います。どうしてもね、下から茶色い葉っぱが出てくるんですよ。でどん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 あのあれしてきますよね。枯れてくるっていうかね、下から茶色い葉っぱが出てくるんで、はい、こんな感じでね、茶色いところもありますね。こんなもんもあるんですね、もう。はい、ということですね。まあ、あらかたね、取りましたけどね、こういったものはもう取っておきます。きっとね。で、形をね、最後にちょっと整える。整えるってことですね。はい、脇芽が出てますから、脇芽は残して、とカットしてね。一個下からカットして。大きい葉っぱもね、取っちゃいます。虫がね、食べてる葉っぱも取ります。こんな感じで虫食べられてますからね。はい、ということですね。あと切ったですね、こういったものがこう落ちてますからね。ですからこういうものはもっと取った方がいいですね。それからあの前にあげた肥料とか、これもうすぐね潰れて肥料になってませんから、こういうのももう無駄なものは取った方がいいですね。葉っぱですね。病気の原因になるんでね、取られた方がいいかなと思います。こういった前にねやったあの肥料ですね、こういったものはもう効いてませんので、こういったこんな感じでもう潰れるんですよね。こうバラバラになってしまいます。やばいんですよね、もう
肥料効いてない証拠ですからということですね。はい、これで一応ですね、切り戻しが完了ということなんですけども、切り戻しをしたらですね、まず消毒をしてください。こんな感じでこれね、切り口の消毒と虫と病気の予防ですね。だからまずこう根元からこうね消毒をして、そしてその後全体的に切り口と、葉っぱに、虫と病気の予防ということでね、殺菌をしてほしいと思います。で、その次はですね、まず切り戻したらこういった観光製品をですね、こうボール状のものなんですよね。これ硬いで、さっきのはすぐ潰れましたけど、これ潰れないんですよ、グッと押しても。でこれをね、まあ、いくつか、4つか5つかあげとけばいいんじゃないかなと思います。またね、復活してね、今まで咲いてた以上に咲いてくれると思いますんでね。そしてさっき切り戻した、花はね、これは仏壇に上がりますので、皆さんご心配なく、非常に綺麗です、まだね、ということであります。それからこれで、まあ、2部のね、切り戻しの完了ってことなんですけど、これ3部が大事なんですよね。3部がこの千日紅のですね、切り戻しが終わったらその管理、皆さん伝えたいのが結構5個あるんですよ、5個。いいですか、5個ありますので消えろって言いませんね。鉢植えの場合はですね、土の表面が乾いたらたっぷりと水をやるってことですけど、これ過湿に注意してください。過湿ってのは水のやりすぎですよね。私もね、これ水のやりすぎて根腐れされたことが何回もあります。ですから水のやりすぎには注意してください。まあ、乾燥には強いんで、庭植えの水はですね、ほぼ不要なんですよ。だから鉢植えは水をちゃんとやりますけど、庭植えの場合はですね、水やりはいりませんので、はい、これはもう注意してください。2つ目、鉢植え庭植えともにですね、観光性肥料を月に1回やります。こういったボール状のものでもいいですね。こういったガーデンボールってあるんですけど、こういったものをですね、先ほどありました、あれ切り戻しの後やりましたけど、これ月に1回ね、定期的に 2,3 粒やっていただければいいかなというふうに思います。それからですね、3つ目なんですけど、3つ目これ深く植えたりとかですね、それから過湿になったり、株元がぐらついて傷がつくとですね、立ち枯れ病になるんですよ。だからそれをね、注意してほしいと思います。まあ、対策としては反対のことをやればいいんですよね。浅く植えて乾燥気味に管理して、ぐらつく場合は支柱を立てる、こんな丸いね、あるいはこう立ててこう腐るとかですね、いろんな方がありますので、こういった方で対処をお願いしたいと思います。4つ目、7月から9月はですね、高温乾燥が続くとですね、肌に発生するんですよ。だから水やりの際に撥水をしてください。撥水っていうのは葉っぱに直接バーッと水をかけるんですよ。ジョロでいいんでバーッとかけるんですよ。そしたらね、肌に酸が落ちて死にますので、やってほしいと思います。それ6月から5つ目ですよ。6月から7月はですね、ナメクジが発生するんですね。これナメクジさんっていうのは夜行性でして、昼間は鉢の底に隠れてるんですよね。そして、夜行性ですから夜だと、おもむろにこう夜の散歩をするんですね。彼らにとってみれば昼みたいなもんですけども、夜行性ですから夜に散歩をして、早朝に行くとですね、散歩してるんですよ、まだ。だからそこでね、捕殺したりとかね、いうふうにされるといいかなと。たまに早く起きてね、見られるとね、見つけることができるかなというふうに思います。この5つも持っていただければ、またバッチリね、この千日紅さんが咲いてくれると思いますので、ぜひね、一緒にたくさんの千日紅を咲かせたいと思います。初めての方もね、ぜひ一緒に千日紅を切り戻してね、鉢いっぱいの花を咲かせましょう。最後になりましたがね、いつもコメントグッドありがとうございます。チャンネル登録してね、花咲かじいさんを応援しましょう。方法はね、今画面中に私の似顔絵が出てますから、これをピッとクリックするだけなんですね。実に簡単ですね。今日もね、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。